1>, はい、1月16日土曜日ですねこれならばこれ応用数学教室という本の解説をしていきたいと思います今回第5章で固有値問題と二次形式というところですねの、まあ、特にですね対象行列の対角化と固有値分解について話していきたいと思います、はい、まずですね対象行列の対角化と固有値固有ベクトルの 関係についいいいてて話していきたいと思いますまずあれですね、対角化とはどういうものかっていうことですね。で、特になぜ対象行列の対角化なのかっていうところをまず話していきます。ということで、n×n 対象行列 A の固有値をラムダ1、ラムダ2、点々点ラムダ n。 えーまあ、N 個ありますよねあの10回を、まあ、20回ならばそれを2つと考えて、まあ、N 個ありますよねで。対応するこういうベクトルの直正規直行形をですね U1 から UN とします。まあ、これも N 個ありますね。で正規直行形っていうのはあの、まあ、何かというと、えーまあ、直行形なんで互いに直行していると。 で正規なので、1、まあ、長さ1ですよ、つまり単位ベクトルですよっていうことですね、互いに直行しているかつ単位ベクトルですよっていう、まあ、そういうベクトルの集まりだということですね。で、U1 から UN を列とする行列を考えます。こう、ベクトルを横に並べている感じですね。 えー、とするとですね、えーまあ、これ U は、まあえー、正規直行形のベクトルの集まりを並べているので、まあ、これ U は直行行列になるんですけどね、はいえーまあ、それはいいとしてですねこの U と A と U の積っていうのが、えー、こういう行列になるんですよねこういうのを対角行列っていうんですけども対角成分だけがあってですね 対体格成分だけ、まあえー、何かしらの0、えー、以外、0、まあ、でもいいんですけども、えー、何か並んでいく。他は0ということですね。体格成分以外は0であるような行列になります。でまあ、このようにすることをですね。A を…えー A に対してですね、この直行行列を作用させることによって対角行列にするっていうことをですね対角行列 A の対角化というふうに言いますまあ対角行列にするから対角化ですねはいでまあこれ特徴が2つあってですね対象行列はその固有ベクトルを列とした行列で対角化できるということですよね はい。あの、これ、そうですよね。実際、U でこれ、まあ、対角化しているんですけども、U を作用させることによって対角化しているんですけども、そもそも U とは何だったかというとですね、えー、その対象行列 A の固有ベクトルを列としたですね、行列でした。はい。なんで、まあ、こういうことが言えますよねで。もう一つは、対角化した結果ですね、対角成分が固有値である。 えー、対角行列ととなるということですよ、ね、まあこれもここを見てもらったら分かりやすくて、えー、対角行列のまあ対角成分ですよねこの斜めの成分がこれ固有値になるんですよね、えー、ということにまあ注目でし,た、えー、していただきたいなというふうに思います、えー、その対象行列 A の固有ベクトル からなる行列で対角化できるということと、えー、対角化した結果、えー対,角えー、対角行列の、まあ、その対角成分っていうのが固有値になりますよ。つまりま、対称行列への固有ベクトルと固有値が絡んでますよっていうことですよね。この対角化には。っていうことがえまあポイントかなというふうに思います。はい、で、まあ、これ、こういう、 定理というか、えー、性質があるんですけども、まあ、これがなぜそうなるのかっていうのを、まあえー、説明していきたいと思います、えー、まずですね固有、えー、値固有ベクトルの定義よりですねこれが成立しますね固有値とはまあこういうものでしたこれが成り立つものを固有値固有ベクトルと言うるってことでしたよね固有、えーまあ、ベクトル、えー、っていうのはですね、あのー、A という対象行列 A をですね 作用させても、えーえー、向きが変わらないってことですよね。その定数倍になるだけだっていうことです。はい。でまあ、そういうのを、まあ、こういう、えー、その定数倍をこういう値といって、で、向きが変わらないベクトルをこういうベクトルと言いました。まあ、それが、まあ、今回あの、えー、こういうベクトル N 個あるんで、まあ、こういうふうな式が N 個用意できるということですよね。で、えー、まずですね、えー A に対して U っていう右から U っていう直行行列ですね先ほど作ったこういうベクトルを列にしたような行列をかけますそうするとですねまずこれはあの U っていうのはその A のこういうベクトルを横に並べたもの列として並べたものなんでこういうふうにかけると。 で、2行目はこ,うこれはこういうふうになるんですよね。あのそれぞれの、えー、左から、えー、行列 A をかけるということは、えー、それぞれの列,、うん、列ベクトルに対して行列 A をかけたものになるんですよね。で、まあ、それがなぜそうなるかというとですね、えーまあ、A をですね、こういうふうに書,く書きます。はい。えー A1 から A1 の横ベクトル、A という横ベクトルが N 個縦に並んだものというふうに行列 A を捉えます。とするとですね、この AU っていうのはどうかけるかというと、これが行列 A ですよね。で、これが行列 U ですよね。これをかけるとどうなるかというとですね、こういうふうになります。あの1行1列っていうのが、I 行、まあ、1行1列は、 えー、この行列 A の1行と、えー、行列 U の1列をかけたもの,の、まあ、ベクトルをかけたものになるんですね。で、えーまあ、同様に1行2列はこの1行,、えー、行列 A の1行と行列 U の2列をかけたものになるんですよね。同様にして、まあ、一般化してですね、I 行 J 列っていうのは行列 A の I 行と、えー ベクトル行列 U の J 列をかけたものになるんですね。まあ、ベクトルの積ですね。になるんですね。なのでまあこういうふうになると。つまり I 行 J 列は行列 A の I 行, I 行のベクトルと行列 U の J 列のベクトルをかけたものです。ということはですね、このそういうあのかけた結果、その 行列ができるんですけどもその行列の,あの列ベクトル、えー、i 列をですね、えー、抜き出してみました i 列はどういうふうになっているかというと、えー、当然まああの i 列はですね ui をかけたものですよね ui は i で変わらないんですけどもその行,行が変わるごとにその a1a2a3 てんて a m っていうふうに変わりますよね 列は変わらないです。列はあの今、愛行あ列が変わらないというか、U ですね。U が変わらない。えー、U はですね、あの列で、えー、決まっているので、えー、同じ列では同じ U が、えー、出てくるということですよね。行,あの異,なる行、えー、異なる行ではですね、あの となる映画出てくるということですよね。はい。まあこれ見てもらったらわかると思います。あの列を見見、えー、見てもですね。あのあこれ n じゃなくて2ですね。はい。でここ全部2ですよね。こう2なんですよ最後。はい。n 列はここ全部 u n ですね。で一列はここ全部 u 1という風にまああの i 列を抜き出せばここ u u はぜ全部 i だと。 一方で A はですね123123123っていうふうにしてなっているのでですねまあここは123っていうふうに、えーまあ、だんだん番号が上がっていくというふうになりますこれが I 列ですねこの行列ので、まあ、この行列の I 列っていうのがこうなってですね、まあ、これはどう書けるかというと UI っていうのは共通しているので、えー、結局はですねあの UI っていうのはまあここ1つだけで OK ということですよね はい、まああの共通しているからまあここは1つだけで OK だということですでということはこれってもともと行列 A でしたよねなんでこれ行列 a かけるベクトル UI っていうふうに書くことができるでということでですねこれが I, I 列が AUI になるということですね、はい、ということでまあこういうふうに書くことができます で、えー、これをですね、au1 っていう <noise> au1au2-aun っていうのはこの、まあ、この固有値、えー、固有ベクトルの定義よりできた式によってですね、u u i る定数倍になりますよね。ここであると、u 1かける定数倍のラムダ1 u n <noise> る定数倍のラムダ2というふうに表現することができます。で、えー、 これはですね、えー、さらに、あのー、この U1、えー、から UN までのベクトルをまあ横に並べたものをかけるですね。えー、対象行列、えー、ラムダ1ラムダ2点点点ラムダ N っていうまあその固有値を定数倍のところですね固有値を並べた対象行列というふうな形で書くことが、えー、できます。 でえー、なのでですね、まあ、こういうふうに書けるので、あのー、結局はですねあのここって U でしたよねこれ U1U2 っていう、まあ、そのこういうベクトルを横に並べたものなんでもともとこれを U だというふうに定義していましたなのでまあここは U になりますとなのでここ u かける対角行列になるということですよね で、えー、よってですねこの au っていうのは u かける対角行列になると。で、えー、最後にまあ左からですね u の点値っていうのをかけてやることによって、えーまあ、両辺左からかけるんですけども、えー、u の点値る u っていうのは、えーまあ、これ u が直行行列なんで、えー、直行行列っていうのはその。 その行行行列列列かけるるをすると単位行列になりました。なのでここは単位行列になるということで単位行列っていうのは基本的に数字で言えば1のようなものなので無視することができるということですなのでここは単位行列で無視することができたということで最終的に残ったのは固有値を対角成分に並べた対角行列だけが残りますよっていうことになります。 でですねあまあ、これで、まあ、結局、まあ、この U と A と U の積が固有値を対角成分に並べた行列、対角行列になるということが示せました。はい、ということで次はです、ね、対角行列の固有値分解について話していきたいと思います。 えまあ固有値分解っていうのは何かというとですね、まあ、これをえ今から説明していきますはい N×N、えー、行列 A をあ対象行列 A を考えます、えー、それの固有値をラムダ1からラムダ N とします対応する固有ベクトルの正規直行形を U1 から UN とします、まあ、これはまあ先ほど同じ流れですねで U1 から UN を列とする行列をえ U とします、まあ、これも同じですねこの U は直行行列になるということでしたよね。でえー、とするとですね A っていうのは、えー、この直,その U と直行行列 U と、えー、対角成分が固有値であるという、えー、対角行列と U の積にあのというようにですね A を 3つのの行列の積に分解すると言ってもいいですよね。えー、積の形で、3つの積の形で表すことができる。で、まあ、これをですね、えー、こういうのように、まあ、積の形で表すこと、分解することをですね、A の固有値分解と言います。はい、で、まあ、この固有値分解、どうしてできるのかっていうのは、先ほどの、えー、行列の、えー、対象行列 A の 対象行列 A の対角化と,いうと密接に関わっていて、まあ、それさえそれが、えー、分かっていればあのそれが示せていれば容易に示すことができます、はいえー、先ほど、えー、これを示しましたよね、えー、っと A と U の積っていうのが、えー、U× かける、えー、対角行列だっていう こういうい対角成分が固有値である対角行列だっていうふうなことを示しましたこれに対して先ほどは左から UT をかけたんですけども今回はですね右から UT をかけることによってこういうふうな式ができますなぜならですね右から、まあ、両辺右から UT をかけるんですけども、まあ、先ほどと同様のことで えー、まあ右からかければここ U×UT になりますよねしかし U×UT、まあ、つまり U×U の点値行列っていうのは、えー、単位行列になりますよね。あのこれはあの先ほどと同じ考えで直行行列っていうのはその行列と点値行列をかけると単位行列になるという性質がありました。 えー、なんで単位行列になるということは、まあ、数字で言えば1と同じなんで、えー、無視することができるということですよね。はい、一方で右辺はですね、あのーまあ、単に UT が加わるというだけになります。ということで、えー、これであのこの式こういう分解が示せました。これが成り立つことが示せました。 だから、まあ、その行列、対象行列、まあ、A のです、ね、対角化と、えー、固有値分解というのはまあほとんど同じ、えー、ここまでいけばほとんど同じということですねこの a u イコール u かけるこの対角行列までいけばん、あのー、右から、えー、UT をかけてやれば左,、ね、左から UT をかけてやれば対角化できてです、ね、右から UT をかけてやれば固有値分解ができる。 ということなんですよねなんでまあ最後のちょっとだけ書ける、まあ、方向、えー、が違うだけで、まあ、ほとんどやっていることは同じなんですよっていうことですよね。ここまでが同じです、はいでえーでまあ、それがこういう自分解の話ですね。 はいでまあ、その対角化とか、まあ、こういう一文化なんですけども、まあ、対角化ですね特に、えー、対象行列の対角化っていうのはどういうふうに使えるのかっていう話ですよねでまあその対角化して何が嬉しいのかっていう話ですよねでまあそれが実はですねあの二次形式の標準化っていうのと密接に関わっています、まあ、密接に関わっている えというよりまあほぼイコールって言ってもえいいぐらいなんですよね二次形式の標準化とはいまあそ,のそもそもまあ二次形式の標準化っていうのはどういうものなのかっていうこともえこれから説明していきたいと思います、えー、まずですね、まあ、二次形式っていうのはまあこれあの二次形式のえ少し前にやりましたけれどもそのあの項が二次のみのえ関数 式ですよね5が2次のみ、はい、例えばその xyz という3変数ならば x2 乗足す y2 乗足す xy 足す yz のような感じですね全て2次だけですよね例えばだからそのいけない2次形式でない例を出せば単なるまあ 3x 足す 4y とか 3x とかまず2次じゃないのでダメですよね 4y も2次じゃないですよねとか、まあ、プラス +5 とか、まあ、5は定数なんで2次じゃないですよね、まあ、2次っていうのはもうあの変数が2回かけられてるってことなんで、まあ、あの必ずそういうものだけが存在しているっていうふうなものが2次形式になります。 n 変数の二次形式っていうのは n 次元ベクトル S と x と n×n 対象行列 a を用いて x×a×x、ね、というふうに書けます、はいまあ、ここは点値してますけどね x に関して言うと、はいえー、ここでですね、a の固有値ラムダ1からラムダ n 対応する固有ベクトルの正規直行形を u1un とします えー、さらにですね、u1 から un を列とする行列をですね、えーまあちょえー、こういう u とします。まあ、これ、先ほどと同じ流れですよね。この u は直行行列になりますという話でした。で、えー、x イコールですね、えーまあ、x' ですね。えー、だから、x に対して u の点値をですね、作用させます。はい まあなぜ作用させるかっていうのはちょっと後々わ、えー、か、えー、便利だっていうふうに分かってきます。で、u の点値を作用させたものを x' とします。というように、まあ、その x' を定義するっていうことですよね。u を作用、x に u を作用させ,用させたものを x' とするということです。で、まあ、この式からですね、両辺左から u をかけてやるっていうことをします。これも先ほどとよく似てますよね。 あのー、先ほどっていうのはまああの、えー、これですかねこれ,の、えー、これもあの左からあの U の点値をかけることによって単位行列にしましたけども今回もまあ同様でですね、えー、ここ U の点値なんで、まあ、左から U をかけることによって、あのー、ここって U をかければ u かける u の点値になるんで。 で、直行行列っていうのはあのその行列と点値その行列の点値をかければ単位行列になりましたよねなんでここはあの単位行列、まあ、つまりまあ無視しても OK つまりまあここは x だけになるわけです一方で左は単にまあ u がかかっているのでですね結局 x イコール u かける x になります、えー、まあここはそうですねこれですよね、はい で、なんでですね、x が u の x' というふうな式になる。x' にですね、u を作用させると x になるというふうな式に変わりますよね。はい。ということで、もともと二次形式っていうのは x と a と x の積でした。まあ、この、なぜこうなるかっていうのは、まあ、二次形式のところでやりました。 で、この x に対してですね、この x イコール ux'ux' っていうのを代入してやります。そうすると、まあ、こういう風になりますよね。で、えー、ここあの、点値がついていて、積の,の点値なんで、積の点値っていうのは点値の積でした。はい、えー、なんで、えー、点値、2つの点値の積になってますよね。ただし順番が入れ替わるんでしたよね。 なんで、ここ x'u ダッシュになっています。はい、ux' なったものが x'u ダッシュになっています。で、ここがまああの対角化のまあミソですね。これをよく見ればですね、ここって先ほどやったですね、対角化。これですよね。この式になってますよね。全く同じですよね。はい。えー、ということでですね、これは、ああのまあ、こういうふうに、この、 この式はこの右側の対角行列に変換することができるので、まあ、こういうふうに変換することができると。でこういうふうに変換することができればですね、えーまあ、結局斜めだけの成分えっと斜めだけの成分っていうのはこれ2次形式のところでやりましたけども、えー、斜めの成分っていうのは2乗のえ係数でしたよね。 あの例えば XYZ で言えば X2 乗 y 2乗 Z 2乗 Y2 Z2 の係数でした斜めがねでそれ以外斜め以外の成分は XY とか YZ とかつまりまあ異なる変数の積の係数でしたで今回まあ対角行列になっているということはこの斜めしかないということなんですねつまり2乗の式しかないということなんですよ ということはですね、まあ、こういうふうに表すことができるラムダ 1x1 ダッシュ2乗たすラムダ 2x ダッシュ22乗たすラムダ nx ダッシュ n の2乗というふうにですねほにゃららの2乗っていうものだけがまあ,あると。 それ以外の,その異なる変数の積ですね例えば x'×x' とかはですね、まあ、係数0になってここには存在しないというふうな形になりますでまあこれこういうふうな形こういうふうなあの変数の2乗の線形結合ってことですよねまあ,あの簡単に言えば、まあ、その2乗だけが存在するっていうことですよね 2、えー、乗だけが存在するような二次形式をですね二次形式の標準形と言いますつまりまあ、異なる変数の積が存在しないものを二次形式の標準形という,ということですねで、まあ、このような形にすることをですね二次形式の標準化というふうに、えー、言いますなんでですねこの対角化っていう、えー ものがあることによってですね、えー、二次形式っていうのを標準化することができるということです、えー、ではですねその二次形式の標準化っていうのが、えー、どういうことに意味があるのか何が嬉しいのかということを話し最後に話していきたいと思います、えー ま、ここは、この2行はですね、まあ、置いといて、まあ、最後に二次形式の標準化をすることですね、二次形式がどのような形になるかっていうのが容易にわかるんですよね。まあ、どういうことかというと、まあ、これちょっと抽象的、xn、n とかあって抽象的なんで、まず n が2の時を考えましょう。2の時を考えて、まあ、係数も具体的に入れてみましょう。で、え、まあ、2変数、xy だと。で、2x2 乗足す 7y2 乗。 えというふうな二次形式二次形式の標準形ですねを考えてみたいと思います。i、えー、イコール1ですね 2x2 乗足す 7y2 乗イコール1です。はい、えー、これっていうのはあのとてもあのシンプルでですねあの、えー、シンプルであのどういうものかというとですねはい えー、楕円ですよね。これはあの、高校の数学のようなものです。高校の数学ですね。x 二乗足す y 二乗イコール1。まあ、つまりどちらもこの x と y の、えー、ついてる係数が同じであれば円でしたね。 えー、x2 乗足す y2 乗イコール1とか、えー、x2 乗、えー、足す y2 乗イコール4とか、まあ、そういうのって円でしたよねでも今回その、えー、x2 乗 y2 乗についている係数が異なる場合はこれ楕円になりました、はいえー、で、えーまあ、今回その楕円でいうと、まあ、こういうふうに変形するとですね、えー、x 軸の方向がルート2分の1 y 軸の方向がルート7分の1という長さのですね、楕円になるということなんですよね。こういうふうにま簡単に形が分かってしまうということが二次形式を標準化するということの、えー、意味なんですよね。はい。で、えー、とこの標準化したものと元の二次形式っていうのはどういう関係にある。 かっていうところが問題ですよね。その標準化したものと、えー、元の、えー、二次形式にまあ、意味がなければあのあんまり意味がないので、で実はあの同じ形なんですよね。あの標準化する前も同じ形なんですで。なぜならこの直行行列 U を作用させただけだからですよね。UT ですね。 ダッシュっていうのは、えー X、にです、ね、直行行列で U を作用させただけのものなんで,、えー、で U っていうのは何かって直行行列ですよね。で直行行列っていうのはその直行行列のところでもやりましたけどもどういう性質があるかというとその行列を作用させても、えー、形とか、えー、角度とか長さが変わらない。 あ長,さですね、長さが変わらないっていうことが、えー、性質としてありましたただ単に回転するだけだっていう、えー、性質がありましたなんでそのこの楕円をですね、えー、単に、まあ、回転させたものがですねもともとの二次形式の形二次形式が描く、えー、図形になります はい、といととうことで形は全く同じなんですね。形は同じまま回転させたものが元の、えー、二次形式の、えー、描く形というふうになります。ということでその二次形式の形がかるかる簡単に分かってしまうというのがあのこの二次形式を標準化することの、まあ、メリット、えー、なんですよね。はい、えー、ということでですねあの、まあ、最後に、まあ、あの二次形式の のまあ係数行列はえ対角行列なので,で、対角行列の対角化とですね二次形式を標準化するということにはまあ密接な関係があるということですよね。ここで対角化をすることによってえ標準化することができるということでした。ではですねまあ今回この固有値問題と二次形式のですねえまあ今回え対象行列の対角化と固有値分解。 についいてて話ししきましたで。その対,対象行列の対角化とですねその二次形式の標準化っていうものの関係性っていうのが、まあ、密接な関係にあるっていうことを示しました。ということで、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。良いと思われた方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。